どうも、新宿青森金木です。石田です。新宿青森の中年の市長でございます。はい、ということでね、お久しぶりです。いやいや、お久しぶりで、どのくらい空きましたかね。だいぶ空きましたね。2週間近く空いてない。2週間は空いてないよ、だって先週は撮ってる。緊張しますよ久しぶりに会うから。いつぶり、いや、そんなことないでしょ。いや、もう顔合わせるのも恥ずかしいですよ、それはもう。8日ぶり、8日ぶりでしょ、だって。いや、水曜日やってんだから、先週の。あ、そうですか。で、今日金曜ですから、8日ぶりですよ、1週間ちょいですよ。1週間ですか。2週間も空いてないんですよ。あ、そうですか。ありますよ、このパターン。たまにありましたか。なんだったら10日ぐらいっていうの逆にありましたよ、前。あ、そうですか。ありました。あ、やっぱり久しぶりだから話すこともないよね、そんな。普通はね、話すこといっぱいあると思うんですけど、久しぶりでだから話すことないってある。要するに涼しくなってるから。いや、そんな話すこともあんまりないですから。いや、これよりも空いてる時はあったと思うんですけどね。そうですか。はい、そうです、そうです。なんかありますか。なんかありますかってね。いや、まあ、一応ですよ、伊沢さん。それこそ先週撮った時に、もうアップはされてますけども、M1 ね、2回戦、敗退という形で、まあ、それを録音したわけですよ。まさかですよ、ね、追加合格と思いますね。もう1回お別れしたのにね、M1 と。ありがとう、M1! って言ってたけどね。で、これね、ちょっと時系列的にアップした日が、もう追加合格になった後なんですよ。あ、そうなんだ。だ、まあ、一応ちょっと書きましたよ、追加合格前みたいなのはちょっと書きましたけど、まあ別に書かなくても分かったんじゃないですか。いや、ちょっとわけわかんないでしょ、なんか。いや、そもそもあんま聞いてる人いないんだから。いや、聞いてる人いないけど聞いてますから、これ何回も言いますけど。いや、これが0人だったら私は、はい、入った。書かなかったですか。はい、そうなんですよ。いや、でも嬉しいですね。先週の土曜あたりに連絡来ましてですね。ああ、はい、事務局から M1 グランプリ事務局から新宿カーボイ事務局に来ましたよ。事務局同士の。で、追加合格になりましたんで、日程を出してくださいってなったわけですよ。で、まあ、公になるのは週明けですみたいな。おろおろって言って。初めての出来事ですね、我々では。ないですもんね、今まで。いや、あって一回。一回追加合格あったんですか。あったと思う、確か。そうだっけ。この15年ルールになる前の M1 だったと。あ、じゃあ10年ルール。10年ルールの時に多分、その時も2回戦落ちて追加合格で3回戦上がって、めっちゃ嬉しかったみたいなあったと思う。その時初めて3回戦上がったのと。そっか、ハゲネタやってた時だと思う。あったかもね、言われてみれば。てっきり初めてだなと思って。だから、ほら、今回の場合はほら、まあ、その時は、言ったら、まあ、太田プロにいたわけで、で、まあ、多分太田プロに1回連絡行って、で、多分マネージャーから追加合格っていう、多分聞いて。そういうあれだったのかな。俺多分サイトを見て。サイトか、いや、俺サイト見てたよ、俺。俺もなんか今思えばサイト見てたような気するね。だから今回違いますから、事務局同士でやり取りで。事務局同士の話になったから。直で来ますから。新宿からも事務局に来るわけですよ。そうだね。だって発表する前に知ってるってことだもんね。もちろん知ってましたから。はい、まあ一応ね、公言しないでくださいっていう正し書きはあったんですけど。いやいやいや、これがですね。いやいや、まあ、ほら、まさかと思いながら。ね、はい。まあもう、まあね、もうだってあれ次の日東洋館かなんかで会ってますから。はい。ああ、ダメだったね。って話をしたぐらいですからね。まあまあ、なんつってね。まあしょうがないやつってね。だラジオで撮る前にも一回話してるんですよね、その辺の話はね。そうだね。まあ、まあ、一応ね。ありがたい。だからもう本当にここからも思い出作りだよね。いやいや、本当です。思い出作りが続行っていうことですよ。いや、本当。だから、本当だから一瞬一瞬やっぱ俺写真で撮ってきたよ、やっぱり。一瞬一瞬写真で。劇場も写真撮りたいし。ああ、なるほどね。出番前も写真撮りたいし。なるほど。やってる時も写真撮りたいし、ね。やってる時は無理だよ。やってんだから。いや、林家ペーパーさんがいいんだからさ、急に漫才中に写真撮り出した。いや、だそこやっぱ思い出作りだから、ね。いや、思い出作りっつったって。お客さんの顔も撮りたいし。いや、営業じゃないんだからさ。地方営業のさ、お客さんバックに写真撮る。写真撮りたいよ。あのパターンじゃないんだから。思い出作り、ありがとうって。次の試合やりにくいよ、そんなことやったら。客席ね、お客さん開けたりして。
サインなんか書いてある。サイン書いてね。じゃんけん大会して。営業だからそれ完全に。無理よ3分じゃ。そこまで。でもさ、うん、俺ら追加合格したじゃん。はい。でさ、漫才協会の人たちも結構上がったじゃん。ああ、はいはいはい。落ち森と、うん、カントリーズと、まあ、新宿アボでしょ。で、うん、春組織って、あ、はいはいはい、コーラがさ、うん、3回戦ストレートで行ってる。ストレートで、はい。言ったらもうその4組、うん、漫才協会の四天王だよね、もうね。まあ、新四天王だよ。新四天王、うん。ちょっと私ら世代上すぎますけど、もうばらつきあるけども。もう新四天王だから、うん、結構偉そうにしていいと思うよ。なるほどね。漫才協会で。ああ、こっちは3回戦行ってんの。3回戦行ってたんだぞ。偉そうにしていいと思う。天狗になっていいと思う。いや、天狗になっていい。漫才協会ないでは。はい。でもそうなったらナイツさんは頭上がらんよ。うん。決勝行ってますからね。あれ、それも別格だから。別格。うん。ああ、なるほど。そうそうそう。まあ、ああいう天井人の人じゃないから。でも、その中で春組織からしたら、いや、お前ら通過合格だろう。まあ、あるんじゃない、うん、そこの、やっぱり、その4組の中でもあると思う。いい、多少あるよね。圧力はあるよ。あると思う。うん。だからやっぱり後輩がね、うん、M1 の3回戦行ってない後輩が話しかけても俺やっぱ簡単に返事しないから。例えば誰？例えば例えば。はい、いやいや、じゃなくて。出てる人ね。出てる人ね。だからもうずーっとだから2323とか、なんか3322とか、なんかそんな感じですからね。あ、まあ一応。いやー、そうなんだなーと思って、まあまあ、まあ、ありがたいですよね。まあ、何かしらのあれで一応ギリギリっていうラインだったっていうことなんですよね、おそらくね。まあ、採点はね、でもどういうふうにしてるか分かんないけどさ。そうね、うん、それこそさ、あの七尾さんがさ、はい、主催してたさ、うんうんうん、七尾イズムってイベントあったじゃん。はいはい、あそこにさ、若手予選会っていうのがあってさ、あ、はいはい、審査員やったじゃん。はい、コンテスト的な、ね、コンテスト、コンテスト、うん、的なことをやったんですよね、うん、でもさ、うん、結構後ですり合わせたらさ、うん、面白かった人って結構一致してたじゃん。ああ、まあね、まあ金清とは一致してないかもしれないけど。いや、でもほぼ一緒。俺オキシジェンの2人と喋ったの、うん、時は大体一致してたよ、うん、面白い人。いや、一致してるよ。あの二重丸と丸の違いぐらいな感じで、うんうん、多分一致してる。何個かしか聞いてないけど、うんうんうん、だからさ、うん、結局さ、うん、審査あーだこうださ、うん、やってる人は言うけどさ、やる立場になったらさ、うん、結構さ、あ、一致するもんなんだなって思ったからさ、うん、いや思った。いや、それこそだから、まあ、2回戦落ちて、うん、あれ津賀合格のちょうど間ぐらいだったから、うん、まあ、うちらはもう2回戦落ちたっていう状況で、うんうんうん、なるほどな、こうやって並びで見て、うん、十何組見て、確かに、うん、まあ盛り上がってはいるけど、うん、うん、なろう、うん、ちょっとなとか、いろいろね、うん、そういうことなんだなと思ったよ、逆に。自分らがやってさ、うん、審査ってやっぱ公平なんだと思ったもんね。そうね、いや、思った。うん、だから、まあ、あんま文句言うもんじゃないね、やっぱり人がやってるもんだしさ、大体。そう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 、いや、平均したら大体そういう感じになるんだなっていうこと分かったからさ、うんうん、まあ、それはね、まあ、いろんな、まあ、M1 好きな方とか、うん、ね、芸人側とか、うん、なんでなんだとかいろいろあるかもわかんないけど、うん、まあ、何かがあってそういう結果になって、うん、まあね、難しいですよね。そうですね。まあ、その日の多分出来とかもあるだろうしね。まあ、あるしね。まあ、正直なんでこのネットやったんだっていう人もいたしさ、うん、その七尾イズムでね、うん、そういうやっぱネタ選びみたいなのもやっぱね、ね、でもそれも重要なんだろうね。センスなんでしょうね。センスもね。いろいろその思ったね。追加合格してから。そうそう。あのネタやったきゃよかったかなとかって言ったら、それはもうたらればならしだから、そのネタやったところでっていうのもあるしね。分からんからね。分からんね。まあ、もちろんその審査員との相性もあるかもわからないけど、うん、まあ、俺ばっかりやね。いや、そうそう。本当にね。そうそう。もう儲けもんですから。うん、ね、あとは本当に思い出悔いなくやるっていうね。悔いないですかっつって1回戦からやって、2回戦もやって、2回戦もやってね。まあまあね、それで結果がダメだったから、あ、まあそれはそれでと思ってて、いいですからね。そこに来ての追加ですから、もう立派だよ。もう自分らで言うのもなんだけど、6000何百組からさ、6000組からだって300組ぐらい残ってるわけでしょ。今300組ぐらいですか、3回戦。ああ、立派だよこれは。300組ってでも、もうそう考えたらすごい、20分の1なのかな、うん、
立派よ、ね、うん、立派、褒めよ自分で誰も褒めてくれない。だから芸人が20組いたら、漫才師が20組いたら、だったら私らしかいないという計算ですよね、計算上はね、計算上はね、うん、いろんなね、うん、立派ですよこれは。もうここまでいったら大して実績もないのにやっぱ3回戦いけたっていうのはね、いやまあね、うんうん、これを胸にあと10年はやれるよあの時3回戦いったんだからって味する10年後も、いや6000分のだって300、まあまあまあ、そう考えたらそうだね、まあまあそれはそうですね、それはそうです、うん、自分らの中ではすごいじゃん、まあ、世間の人からしたらさ、うん、決勝行ってなきゃさ、うん、もう、まあね、正直横一線みたいなのがあるじゃん、うん、でもやってる方からしたらさ6000分の300は結構なもんだなって思う、うん、まあ、確かにね、うん、だから本当の世間の人はそこの段階を分かんないでボンって見るからね、うん、そしたらまあ、ね、単なるネタ番組ではないけど、うん、そのぐらいの位置づけですからね、本当の世間はね、そうそうそう、だからもうそこだけ、もうそこにしがみついてやるしかないもん、うん、なるほどね、俺らはもう M1 に出た人の300位に入ってんだからっつって、なるほど、あと10年頑張る、なるほど、2021年に300位に入ったんだからっつって、なるほど、2031年に言ってる50過ぎて、いや、今思ったらさ、そのあのザ・漫才の話になるけどさ、だ2012年に似て漫才して、あれ 50組なの、50組でしょ、あれはまあ、あのアマチュアは出れないから、だから1回戦2回戦自体がそもそもちょっとレベル高いってのもあるけど、だから50組でしょ、あ、何千組、あれまあ千何百組とかね、でしょ、50でしょ、50で、そこからまあまあ言ったら約9年だからやっぱ10年やってるもんな、そうしがみついたもん、違う、そう、まあしがみついてる、しがみついてるじゃん、似て漫才師になったからな、2021、うん、12年にっつって、うん、だからそこから考えるとね、あ、だからそこで、うん、だから10年10年で計算上はね、計算上はバトンタッチしてまあね、いやだからまたあの時のとはちょっと違うから、あの時はやっぱ乗ってるから、うん、コンビ自分らっちでも、そうね、乗ってる時の認定漫才師と、うん、これで行くぞっていう時だったからね、そう、うん、こう凪状態のやっぱ3回戦が全然違うまたちょっとね、うん、まあまあ円熟みを増した状態で ね、またちょっと違います、それ違いますか、はい、だからその辺をね、3回戦どういう感じで僕らもやるのか、どういう評価を受けるのか、わかりませんけど、わかりませんけど、まあそれはまたね、え、まあ、また楽しみが一つ増えたということで、ね、そうですね、楽しみが増えました、はい、ありがとうございました、はい、ということでありがとうございました。